皆さんこんばんは。5月7日金曜日のセキララジオのお時間です。本日のナビゲーターは元ウェディングプランナーのまゆと結婚式オタクこと私キーでお届けします。さて今夜のセキララトークは担当プランナーってどうやって決まるのについてお話しします。どうやってどうやってとはどうやって、はい、はい、これはランナーには式場見学時から式を挙げるまでずっと同じ方が担当する一環と見学時とお打ち合わせ時とかで変わる分業制っていうのがあると思うんですけど、私はこれをウェディング業界に興味を持った時に初めて知ったので、なるほどね。なんか花嫁様は私だったら式場を決める時に、式場もまあもちろんいいとこ決めたいですけど、この人と一緒に式を挙げたいっていうか、この人にお願いしたいと思う人重視で決めたいなと思ってるので、もしこの分業と一環を知らない方が人で決めた時に、この人で決めたのに当日いないのかっていうちょっとショックが生まれてしまうのかなと思ったので、一個の知識として一環と分業があるよっていうことをお伝えできればなと思って選びました。なるほどね、はい、確かにそれはショック、知らないとショックですよね、はい、きっと、その一環と分業について詳しい説明を聞きたいです。はい、さっき、まあ、キーちゃんが言ってくれた通りで、はい、一環は見学からもう結婚式当日までこうずっと同じプランナーさんがやってくれるよっていうパターンで、分業はどこかのタイミング、式場によって違うと思うんですが、大体はその見学から担当の、まあそうですね、結婚式の5、6ヶ月ぐらい前になったら担当のプランナーに変更するという分担、幸せとか始まる時に変わる、そうですそうですっていう分担性があります。はい、ということは、一貫性だったら、式場を案内してくれた方が当日までいるっていうことですね。それが実はなんか違う場合もありますどういうことですか？大体一貫性って言ったら、見学から打ち合わせまでは一貫してると思うんですが、結婚式当日はいない場合もあります。そんな場合があるんですか？式場によっては、また違う、その日に行ってほしいのに、そうキャプテンっていう、あの人になる場合もあれば、なのでその一貫性と言ったからといって絶対当日いるっていうのが限らないこともありますので、そこは聞いた方がいいと思います。なるほど、じゃあ見学時には当日も担当してくださるかどうかを聞けばいいってことですね。そうちなみにキーちゃんはじゃあ一貫性ではあるけど、当日はそのプランナーさんはいないってなった時に、その一緒にさっき作りたいって作ることはするじゃない、当日いないは嫌なの？嫌です。なんで？同じ方に最後はね、一緒にいてほしいっていうか、自分がウェディングプランナーとしてする場合でも最後までいたいし、お客さんとしての時も最後までいてほしい。そうだよね、それはすごい大事なポイントの一つだと思う。でもそれはそれで大事だけど、人で絶対決めるってなりすぎるのもなんか結構難しい場合があるかなって思う。難しいよね、でもさ、本当にそのぐらいの気持ちでもう式場ご決定してくれたらプランナーとしても最強に嬉しいと思うんだけど、まあ、その人も人だからさ、1年後いるかわからない確かに見学して決める時も1年後ですもんね。で考えたら、もちろん式場の全体の代表者として、その日たまたまピーちゃんに担当してくれたプランナーさん、すごく良かったと、すごく良かったけど、じゃあこのプランナーさんの育ててくれたのはこのやっぱ式場のファミリーたちなるほど、その人がのことが大好きだったら、ファミリーもやっぱ素敵な人の集まりだ。そうディズニーランドもそうじゃん、このキャストさんがすごい好きだけど、でも隣のキャストさんも同じように、それがまあ以上の顔であり代表っていうことだから、そういう意味ではそれだけ人が変わるっていうことだけを理由にその式場にしないっていうのはちょっともったいない気もします。確かに人だけで決めるのももったいないけど、これを知らないで式場決定した後に知るとちょっと心残りができてしまうので、事前に知っといていいポイントですね。もう絶対そうですね、一番何が嫌だって後です、違うのっていうのが一番ショックだから、そういう一環のとこと分業のとこがあって、かつ当日誰が担当するかっていうことが違うっていう場合もあることを踏まえて見学して聞いた方が
いいと思います、はい、うん、私も今日聞いて、うん、やっぱファミリーっていうのが頭に入ったので、うんうん、ファミリーそっちも考え方を持ちながら式場見学行く時があったら見たいなって思いました、うん、ちょっと余談だけど、はい、あのキーちゃんみたいにすごいスタッフ、はい、人が大事ですみたいな、うん、で言ってくれる方って、うん、まあ、結構すごく素直で、うん、なんか割と惚れっぽいとすぐそうひょんって乗っかると思う、そう、すごいその熱意で、はい、私も、うん、私がいたところは分業制だったんですけど、うん、いやもう絶対なんか担当してほしいですなんて言った半年後担当変わって、うん、打ち合わせの様子見てると死ぬほど楽しそうに打ち合わせしていて、はい、なんか惚れっぽいんですよね言い方乱暴になっちゃうけど、なんだなんかあんなに私のこといいって言ってたのにちょっと振られた気持ちに確かにマリさん立場からしたらえ、なんかあの時の熱意はっていうのはちょっとその、うん、プランナーのわがままですけど、うん、人に言ってくれる方ほどいろんなスタッフと仲良くなれるんですよね、うん、実は、うん、結構だから、ね、そういう風にこの先どうなるかわからないから、うん、そこだけであまり考えすぎないでいただけるといいかななんて思いました、はい、それでは、うん、今夜は担当プランナーってどうやって決まるの、うん、についてセキュララトークしていきました、はい、ブライダル業界の内側の仕組みとかも知った上で、うんうんうん、式場見学をちょっと有意義な時間に過ごしていただければなと思います、はい、次回のセキュララジオもお楽しみに、おやすみなさい、バイバイ、バイバイ。